えー、量子コンピュータータが登場しましまたね、まあ、今まで量子コンピューターっていうのは未来のコンピューターとされていたんですよね消費電力が数万分の1とかねそれから処理速度が現行の数億倍とかっていうねとてつもないスピードを持ったコンピューターなんですけども今のソフトウェアとかアプリとかっていうのはこの量子コンピューターに耐性がないと言われてますね。 で最先端の技術を用いているブロックチェーンとか暗号通貨これも量子コンピューター体制がないものばかりなんで量子コンピューター体制がある体の枝なんていうのはね次世代の暗号通貨と言われて量子コンピューターは何がすごいかっていうとこの AI っていうのはねいよいよ現実化するってことなんですよ現行の AI っていうのはどちらかというとプログラミングなんですよね膨大な情報を処理して最適解を出していくっていう風なものなんですけどもこの処理速度がねやっぱり数億倍になってくると 今度はそこに一定の揺らぎとか人間的な感情っていうのを入れる、まあそういったこともできるのかなと思うんで、いよいよ本当に AI、感情を持つコンピューターっていうのができていくんじゃないかなと思います。まあ人間の脳ってのはもっともっと精密に作られてるんですけども、人間自体がそれを使い切れてない、えー、脳の機能の本当にね、全部を使って、えー、生きてるわけじゃないってところがまあ皮肉なところですよね。うん。なんかいろんな研究があるんですけども、人間が生まれて死ぬまで、 せっかく使える脳みその領域の才能のある分のほとんどを使わずに自分には才能がないと思ってそのまま脳の重要な部分を引き出さずに過ごしていくみたいなんですよ。その点量子コンピューターっていうのは隅から隅までフル活動して使っていくそしてるやぎっていうね時には。 ロジカルな計算を超えたような感情に似たようなものを使ってオーバーワークをわざわざしてくれるオーバーロードをわざわざしてくれるっていうところが、まあ、人間っぽいのかなと思いますし人間の思い込みっていうのがねそこに排除できている人間よりも人間らしいそういった仕組みになるんじゃないかなと思いますいよいよ Google もこういったところに目をつけてですねバイドゥとおいろいろとコミュニケーションを取りながら新しいコンピューター世代 つまり量子コンピューターってのが私たちの目の前に出てくるのかもしれません一体これからどうなるんでしょうね量子コンピューターってのが出てくると人間はこの愚かさを超えていけるのかなというふうに期待するばかりでございます